セミファイナル30分の金庫賞赤コーナー238パウンドミッキー・ドイル180センチ108キロ自分のことをあまり話したがりませんミッキー・ドイルであります。大歓声、そしてグリーンあるいは黄色といったテープの中、ジャンボ鶴田選手が紹介されました。197センチ、115キロ、250パウンドであります。今の鶴田選手のですね、リングガウンを見ておりますと非常によく似合いますね。そうですね、やはりね、いかにもこのフレッシュなね、大型な新人であるというような感じのするガウンって言いましょうかね。そうですね。はい、今日はトランクスもそしてリングシューズもブルーでまとめておりますジャンボ鶴田であります。大変にね、はい、大胆な色のねそのトランクスなんですけれども全くよく似合いますね。そうですね、はい、実によく金星の取れましたこの体育、全身これバネといった素晴らしい体育の持ち主でありますジャンボ鶴田、運動神経が抜群であります。握力は右左ともに90、肺活量が 7500cc という、持って生まれた天賦のスポーツに対する才能をそのプロレスにぶつけてみましたジャンボ鶴田。さて山田さん、はい、このミッキー・ドイル選手なんですがね、おっと力比べになりました。22歳の鶴田、おっと勝ちましたけれども、それをブリッジでまた逆に転じましたミッキー・ドイル、なかなか見せます。さあ今度はミッキー・ドイルが上に覆いかぶさる、さあ鶴田のブリッジ、これが見ものであります。実に見事な半円形を描きます鶴田のブリッジ、これを返す鶴田、腰の強靭なバネ、髪の毛をちょっと引っ張ったようであります。山田さん、ミッキー・ドイル選手については、初来日であまり本人もなんか話したがらないという選手だそうなんですけれども、今のブリッジを見ておりますとアマチュアレスリングの経験があるということは言えそうですね。はい、先ほどね、はい、ちょっと控え室で取材をしてきたんですけれども、ミシガン州のデトロイトの出身で、はい、ハイスクール時代に4年間のアマチュアのレスリングの経験があるというようなことをポツリポツリとね、言ってました。まあ、その当時はね、はい、165ポンドから175ポンドの間でね、はい、フリースタイルをやってたと。でまあプロレスにその後入って、何年か経つわけですけれども、非常にねラフもテクニックも両方こなすと、自分はね、相当タフネスなんだというようなことを言ってますね。何かマティ鈴木選手の話ではすばしっこくてタフな男であるという印象が残っているということなんですかね。はい、そうですね、僕最近もオレゴン州いわゆる太平洋岸の北部の方でかなり荒っぽい試合をやってきたと、ね、なかなか身のこなし、相当早いですね。そうですね、はい、ハンマースルーでミッキー・ドイルをリング上に叩きつけておりますジャンボ鶴田であります。まあ、ここのところジャンボ鶴田選手はですね、非常に対戦相手が大きかったせいか、それほど体の大きさというのが印象に残らなかったんですけども、やはりミッキー・ドイル選手のことをやりますといい体してますね。特にね、腕を決められて力比べになって返した時の体の線の美しさなんてのはもう抜群ですね。そうですね、はい、もう力をねぐっと込めていく時のね、はい、体の筋肉の線、これはもう実に見事なもんだし、なるほど、それともう一つ感心するのは人間橋ブリッジですね、はい、この美しさはちょっと鶴田選手ならではの美しさですね。まあ、実にその体の柔軟性といいますか、本当にこう半円形を描くような、はい、もう素晴らしいブリッジですよ。はい、ボディスラムで叩きつけまして、そのままフォール体勢に持っていきますが、この辺りはちょっと早い。もちろん鶴田といたしましてもこのミッキー・ドイル初めての対戦相手であります。それともう一つ鶴田選手で気がつく点はですね、はい、アマチュア出身らしいその独特のフォールに行く速さですね、うん、これはもうちょっと他の選手には見られないほどスピーディーですね。そうですか、はい、ですから技を決めたもう次の瞬間いち早く自分の身を投げ出してフォールに行くという、はい、速さですね。
しかしミッキードイルもなかなか体は柔らかいしいろんな技を使いますね、やりますね。さすがにその4年間のアマチュア歴というものがキラッキラッと出てますね、はい、一見異様な雰囲気から場内の笑いを買いましたミッキードイルでありますけども、その笑ったお客さんもなかなかのドイルのその技の切れ味に感心して試合を見つめているというような感じがいたしました。強力なすくい投げ、相手のロープの反動を利しましてのすくい投げ、やはりね、はい、髪をボサボサにしているとか大変に最化粧なそのタイツをね履いているということで、まあ、そういう風なあの思われがちなんですけれども、なかなかの技師ですね、うん、ショルダーアタックを見せます。サウスポースタイルのパンチ、キッチンシンクに行く、下からエルボースマッシュを見舞います。ミッキードイル、なかなか精力的な動きをいたしますこのミッキードイル。あの技の幅がね非常にあの短いですね、はい、つまり今なんかでも首を取ったと思った瞬間も投げているというような形ですね。なるほど、はい、相手に呼吸を与えないわけです。そうですね、はい、ショルダーアタック太い腕が当たります。巻き投げません。すると髪の毛をむしりにかかりますミッキードイル、まあ、今でもあの鶴田選手は選手の中でも非常によく食べるそうですね。あもうやはりね、これだけ大きい体ですしね、よく動き回っていますからね。一番食べましたのは高校時代だそうでありまして、弁当を3つに、学校の帰りに丼飯を3杯食べたことがありますという言っておりました鶴田であります。ショルダースルーのミッキードイル、非常に粘っこいファイトをしております。ハンマーで取って対角線上に叩きつける、攻撃の手を緩めません。休まずにかなり集中的に必要な攻撃を繰り返しますミッキードイル。さあ鶴田がようやく自己のペースを取り戻したか、サンピングに持ってって、さあ鶴田得意のスプレックスの体勢に入った、スプレックスの体勢に入った、ミッキードイルがかろうじて交代しながら、そうですね、うまく逃げましたね。今のはうまく逃げましたね、ちょっとね鶴田君はまだあの手をね、はい、完全にあのグリップする前だったんでうまく逃げられましたね、うん、飛ばした、このキッチンシンクです、なかなか鮮やかなものを持っております。さあボールの体勢に入りましたけれども、鶴田カウント1で跳ねのけております。ハリーレース割の攻撃を見せますこのミッキードイル。さあパイルドライバーの体勢、パイルドライバーの体勢がこれを抱え上げて、鶴田アスルーに持ってった、鶴田の腰のバネが勝りました、ジャンボの腰のバネが勝った、飛ばした逆水平に持っていく、そのまんまフォールの体勢に持ってった、あった、しかしこの辺勝負どころですね、勝負どころ、はい、両者ともにチャンスを迎えております。ドロップキック、このドロップキックです、素晴らしいドロップキックが飛びました。カウント2、よく跳ねのけましたミッキードイル。ドイルが今度はパンチ攻撃、サスポースタイルで首筋あたりへパンチ攻撃、右のジャブ3発、左手今度のヘッドロック、鶴田が飛ばした、ショルダーアタックはミッキードイル、おっと大きく飛んだ、またいだ、これをもう一発またぐ、後ろから行ってドロップキック、さあスープレックスの体勢、これは入った、綺麗に放り投げた、後頭部を打ったミッキードイル、完全に抑え込む、最後は鶴田完勝。ミッキ
キードイルも日本の新鋭ジャンボ鶴田ということで大いになんとか一泡吹かせてやろうというようなことであったんでありましょうけれども、鶴田よくやりましたね。相当しぶとくね粘られましたけどもね、はい、最後はね自分のペース、全く鮮やかな勝利でした ね。 そうです ね、 ね、本日のセミファイナルは見事にジャンボ鶴田が初来日、なかなかの巧者でありますミッキードイルをスープレックス抑え込みで破ったわけであります。